だが行くことはできなかった。汚れちまった大人をデジタルワールドは受け付けないってことかな。それで仕方なく俺の遺伝子で作ったこいつらをデジタルワールドに行かせた。だがどうしても自分で行きたかった。それでお前を使ってダークタワーを建てさせたのに、お前らが全部ぶち壊してしまった。この現実世界にも建てたのは同じことだった。だから計画を変え、デジタルワールドでバリアの役目を果たすという暗黒の種を子供たちに植え付けたというわけです。そして今日、俺は生まれて初めてデジタルワールドのゲートをくぐるんだ。この日をどんなに待ちわびたことか。あいつ泣いてるの？どうしましたボス？だって夢が叶うんだよ。ヒロキ君、君が生きていたら誘ったのにごめんよ。さあみんな一緒に歌おう。行こう行こう、デジタルワールドに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 。あれがバリア。それよりもうすぐだぞ。ゲートが開かなくて慌てたところをみんなで飛びかかるんだ。わかった。よし、最後はこれだ。ほら開いた。さあ行こうみんな。私たちも。あ、待ってください。どうして開いたんだ。わかりません、そんなバカな。追いかけるぞ。バカ無茶すんな。タケル、ペンスケ、ヒカルちゃん。